よーしよし、どうしてお前かわいい。うわー、はい、純一郎の一人演劇部にご来場いただきまして誠にありがとうございます。純と申します。よろしくお願いいたします。初めてね、こうやって横動画撮るっていうのでめちゃくちゃ緊張してた。はい、今回初めて横動画を撮るということでございまして、何をやっていこうかなって思ったんですけども、まずちょっと思い返してみたんですよ。今まで何やってなかったっけな。演技やった、まあジャグリングだったり他のこといろいろやってたんだけど、何やってなかったっけなって思った時に、あ、自己紹介してねえやっつって今更やってないみたいな感じになったから、改めまして本日私自己紹介させていただきたいと思います。それでは自己紹介やっていこう。私、西野純一郎と申します。生まれは茨城県、32歳の男の子です。はず。普段の活動としましては、私、俳優と声優と、そしてイベントでね、ダンスを踊ったりする、まあ、パフォーマーとして活動しております。あと、まあ、一番のメインの稼ぎどころは、Uber Eats。Uber Eatsかな。さあ、というわけで、私が普段ですね、動画の媒体で上げているものは、TikTok、そして YouTube ショーツ、Instagram のリールを中心に上げております。基本的にやったのは TikTok からでございまして、TikTok を始めた3ヶ月後ぐらいだったかな、YouTube ショーツの方を上げさせていただきまして、TikTok の方がね、いい感じでバズりまして、嬉しいなってなってる中、YouTube ショーツ上げたら、まあまあ、最初のうちはね、なかなか伸びないなとは思ってたんですけど、去年の7月、急にガーンって僕の動画を見ていただけるようになりまして、うわ、嬉しいってなった、その1週間後にコロナになりました。いいプレゼント。そう、伸びた結果ですね、まあ、ライブ配信を始めまして、まあ、YouTube もやってるんですけども、基本的には TikTok の方で、月曜日だけ定期的にライブ配信は行っておりますので、概要欄の方にですね、URL 貼ってありますので、もしよかったら、そちら遊びに来ていただければなと思います。すいません、よろしくお願いします。ワンワン、あ、キモ。ここ最近なんですけども、〇〇の人だ、みたいなのあるじゃないですか。で、僕よく言われるのが、魔王の人だ、だったりとか、勇者の人だ、みたいな感じで言われてて、これだけ聞くと、なんだろう、こいつやべえやつだな、みたいに思われるんですけど、本当にね、今僕が動画を上げている内容っていうのが、あるある系で、ゲームあるあるだったりとか、異世界漫画あるあるだったりとか、まあ、あとは、ゲームの裏側のあるある、みたいな感じで上げさせていただいてまして、そこに登場する、魔王だったり、勇者だったり、をやっているので、多分皆さんそこの印象が強いから魔王の人だ勇者の人だって呼んでいただけてるんだと思います。丸々の人だみたいな感じで言ってくれるのってめちゃくちゃ嬉しいわけですよ。ですので皆さんもしよかったら私のこと丸々の人だって呼んでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、自己紹介はこれぐらいですね。あんまり自分ないんで、はい、今回ですね、初めて横動画を撮るにあたってやってみたい企画がございました。さあ、それではその企画行ってみたいと思います。レディーゴー。わお届けしてやろう。はい、というわけで企画やっていきたいと思います。今回ね、ご用意した企画、ちょっとね、 YouTube らしいことやりたいなってさっき言ったじゃん。それでやってみようと思った企画、純一郎の徹底解剖質問コーナー。ライブ配信やコメントで質問がありまして、その質問に答えていこうかなと思っております。今回ですね、その質問の内容なんですけども、ちょっと僕分かってなくて、それをピックアップしてもらいましたので、そちらからどんどん答えていきたいなと思います。すいません、用意お願いします。危なくちゃったオーバースローで投げることある。さあ、というわけでね、質問をピックアップさせてもらってるみたいなので、ちょっとこちらからランダムで答えていきたいなと思います。それでは早速やってみよう。一つ目の質問いきます。じゃあこれ、はい、授業中に眠たくなったらどうすればいいですか。これ本当に僕に質問。これね、結構僕もね、やっぱ学生時代だったりとかゴリゴリに眠くなってた人間というか、寝てた人間なので、まあ眠くなったら、そうですね、寝ろ。もうね、逆に我慢する必要はないと思ってる僕は。ただ寝た後の責任は一切負いません。それでは続いて2つ目の質問でございます。はい、こちら、英語話せる？いや、はい、3枚目いきまーす。バン。いつからお芝居やってるの？本当にちゃんとした質問だこれ。私、18歳、18
の頃から始めております。もともと大学のサークルから始めまして、でその時は別にまだ役者を目指そうなんて一つも思ってない状態だったんで、18から始めたっていう感じですかね。もうかれこれ12年間俳優活動をしております。もっと上手くなりたいね。4つ目、好きな漫画、アニメ、ゲーム、ポケモンは何ですか。ポケモンに誘導してるねこれ。好きな漫画はね、サバイバルっていう漫画があって、それがゴルゴ13を描いてる方だったりとかの漫画、それがね一番好き。アニメは王様ランキングっていうやつかな。王様ランキングが一番好き。ゲームはテイルズオブシリーズ一番好きかな。王道 RPG が結構好きかな。ポケモンペットだぜ。レデン、憧れてる俳優か声優は。あー、俳優だとやっぱ藤原竜也さんっすね。声優さんだと、まあ、山寺宏一さんですかね。実際にお会いしてすげえなと思ったのは小山力也さんだったんですけど、もっといろんな方すごい人いっぱいいるんですけどね。木村すばるさんもねお会いしたことはあって、まあとてつもないぐらいすごいなって思いました。すばるさん、もしよかったら遊びましょう。おは、はい、6枚目、本気の発声練習見せてみろや。さあさあ、まだまだ行きましょう。 YouTube 始めたきっかけは、まあ有名になりたかったからっていうのが一番なんですけど、もともとちょっとねこういう俳優だったりとかこの表現の活動を諦めてた時代がありまして、それがだいたい30ぐらいかな、30歳ぐらいの時に役者の道だったりとか全部諦めようと思ったことがあったんですけども、まあでもちょっと諦めきれないなっていう時に、せっかくだったらちょっとこういう SNS でまた自分のやりたい表現をしてみようと思って始めましたね。でそこで各いろんな方々にお世話になりまして、今の僕があります。本当にありがとうございます。ででん、おでこ広いですね。おでこの広さは心の広さ。学校で滑ってばかりなのでみんなを笑わせる方法を教えてください。うん大丈夫、止まってるよりは全然いいと思うよ。滑り続けたらもうあなたはそこで大丈夫、フィギュアスケーターだ。さあ、まだ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 いっぱいいっぱいあるな本当に。よし、まだ行くぞ。もし魔法を使えるようになったら何タイプの使い手になりたい。なんだろうな、いい匂いのする魔法使いになりたい。なんで髪伸ばしてるの？印象付けのために伸ばしてました。あの、こういう役者だったりとか、あるある動画を出してる人で、そんなに髪の長い人いないなぁと思って、こういう人間がいるんだぞっていう印象付けをするために、髪伸ばしてたっていう感じですね。今ではこの髪、もう我が子。さあ、そろそろ少なくなってまいりましたね。じゃあ、こちら！学生時代何部？中学校の頃はソフトテニス部。高校の時は帰宅部。俺には帰る、家がある。女性役やらんの？心は女性。神の救いを、ホーリーエデン。ストーリーはどうやって考えてるの？ストーリーは基本的には朝起きた時に思いついてることが多いです。あとは、まあ昔やったゲームの記憶を読み返しながら、ああ、こんなやついたなーみたいな感じで動画を作ってたりはしますね。いろんな声やって。オッケー。いろんな声。まず、井上陽水。夏の週に風邪あじゃみ。続きまして、スティッチ。ストーツ。お、は、な、続きました。黒板消しクリーナー。参りましょう。体重は、ただいま、67キロでございます。去年は55キロだった。衣装は自前、全部私服です。身長は公式では175センチだけど、本当は 174.9 センチ。自分が作った中で一番好きな作品は、隠し里シリーズだ。これだね。お、ラスト1枚でございます。さあ、行きましょう。よく見る YouTube 動画は、基本的には、犬動画っすかね。犬だったり、動物の動画をよく見てます。かわいいんだ、あれ。もう僕見てわかるでしょ？かわいいんだ、つって。あとですね、食事時によく見るのがゲーム実況動画ですね。その中でもトップ4と呼ばれるレトルトさん、キヨさん、牛沢さん、ガッチマンさん、この4人の動画はよく見てます。あとスルパチステーション。
はい、というわけでたくさんの質問ありがとうございました。これにて質問コーナーは終わりでございます。今回の企画、初めての横動画ということで YouTube っぽく質問コーナーを設けさせていただきました。こうやってまた新しく横動画というスタイルに挑戦していこうと思いますので、もしよかったら皆さん、また私のチャンネルを見ていただければなと思います。通常ですとショートだったり、まあライブ配信だったりとかも不定期に投稿しておりますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。これ言ってみたかったのがあんのよ。ちょっと皆さん、いいねとチャンネル登録お願いします。言ってみたかった、言ってみたかったの、これやっと言えた。めっちゃ食ってる髪が美味しい。はい、というわけで、本日純一郎の一人演劇部屋の動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。皆さん、またお会いいたしましょう。それではまたねー。